こんにちは、クリカナです。ハートフルライフでは自分らしく生きている女性にインタビューしています。今回はフリーライター、滝物屋唐句認定講師、水引きアーティストの岡本英子さんにインタビューしてまいりました。3話目は人間関係と選択や判断基準、今後の夢やアドバイスなどについて伺いました。一番身近に自分にとっている人って友達とかですか？そうですね、なんか、まあ、仕事の相談をする人、うん、プライベートの相談をする人また別かなと思ってて、うんうん、でまあ、プライベートで、まあ、寂しいと思うのはプライベートのことだったりとか、ね、仕事ではあんまりね、なんかないんですけど、うん、まあ、そういう時には、まあ、あの親友がやっぱり一番私の中では存在大きいかなと思っていて、中学からずっと、うん、あの仲良くしてくれてる友達、うん、親友がいるので、うんうん、まあ、何かあるとお互いに、そうですね、うん、話して、いろんな家族のことだったり、うん、何でも話しますからね、うん、何でも、まあ、仕事のことはもう本当にごくごく、うん、その子には、まあ、別に話しても話さなくてもいいんですよね、うんうんうん、本当に仕事のことは本当に悩んだ時に、うんうん、いや実はこういうことがあってさって愚痴っちゃうんですけど、うんうんうん、私が普段あんまり仕事の愚痴言わないから、うんうん、やっぽどなんか大変なんだねっていうのを逆に分かってくれるし、うんうんうん、あとプライベートのことはね、何でも話すので、うんうんうん、昔からずっと家族みたいに付き合って、完全にそうですね、いますね。なんかこういう、例えばじゃあ、そうだ、英子さんって例えば今この3つまあされてますよね、はい、でどういう風になろうとか、なろうっていうわけじゃないですけど、例えば今水引きが盛り上がってきてます、うんうんうん、このまま今ワークショップを今現在こう目の前のことをやってるんだけど、ちょっと今年の年末にはどうなっていたいなとか、うん、なんかあとこういう人みたいに、あ、こういうやり方でああいう風になればいいのかなとか、そういうのを自分の頭の中でシミュレーションしたりはしますか？あ、そうですね、今年はちょうどあのゴールデンウィーク期間中に、あの東京着物ショーっていう着物のこう、うん、を主軸にした和の文化をアート的に見せていくショーがあって、うんうん、で、まあ、ちょっとそれもご縁をいただいて、うんうん、あのお香と水引きのワークショップをさせていただくんですね、うん、でなので、まあ、まだまだ私の活動とかって知られてないこともたくさんあるので、はいはい、まあ、そこもちょっと広げていければなというのもありますし、うん、あとはあの、まあ、自分の作品をもうちょっと作りたいなっていうのもあったり、うんうん、あとはまあ水引きもお香もですけれども、うん、まあ、伝える人を増やすとか、うんうん、そういうところも考えたり、自分のスキルアップもそうですし、うん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 、あと販売をするとか、うんうんうん、その辺はありますね。いつまでにどうなろうとか思ったりしますか？今年は活動の幅を広げる、うん、っていうことがテーマ、うん、テーマで、あとはさっきもちらっと話してましたけども、はい、海外のことはやはり頭に入っているので、あの語学も勉強しつつ、うん、海外の人に向けて、うん、まあ、今後トライしていくっていうのは来年以降は考えて、はい、 そうですね、うん、それの準備段階な気がして、わかります、今年はね、え、はい、なんかいっぱいやり入れることあるんですけど、そんなできないです、全部中途半端になるし、時間だけ潰しちゃう感じになっちゃいますもんね。去年も十分、2016年も十分あの準備期間だったんですけども、はい、去年の準備期間はあくまで自分が講座をするっていう、うん、ことの準備期間、うんうんうん、でそれをさらにこうブラッシュアップして次 の、 あのちょっとステップアップするのが今年みたいな、はいはい、ですね、うん、感じですかね。もうちょっとこう幅を広げたり、うんうん、スキルアップしたりっていう今年かなと思いますね。憧れる人います？憧れる人誰かな。何は どういう人が好きとか、どういう人どういう人こうなりたいとか。でもなんか年を取るのが怖くないなって思う、はい、すごい素敵なかっこいい女性が何人か周りにいるんですよ。いいですね、周りにいらっしゃるのは。いるんですね、はい、で、まあ、その方たちは、まあ、自分で何かをしてる人、うん、あのトップで、うん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 、で、まあ、規模はいろいろ大小ありますけれども、はいはいはい、自分で例えばサロン経営されていて、はい、その方の、
人徳でいろんな下の方がついて、うんうん、っていう方 でさらにちゃんと女性としても綺麗でいたり、うん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 、人を大事にしたりっていう方、はい、すごいですよね、思われますね、うん、でだけどなんか男っぽいみたいな、わかります、なんかその辺をすごいなんか話してて、はい、まあ、そういう方もちょっとあの今身近にいらっしゃるので、うん、でそういう方からお話いただいて、今度あのそこのサロン貸していただいて、あの5月から、うん、第2土曜日に水引き投稿の講座、どこですか、代々木上原なんです。おすいません、そうなんです、おーとか言って、その方って上原の方ですか。あ、そうなんですか。駅のすぐ近くでいろいろされてるサロンでされてる方で、そこでその方と、もうその方が本当かっこいい人で、なのでなんかそう、あのお子さんもいらっしゃって、はい、もう息子さんも大事にされているし、ご自身の人生もすごく楽しまれているし、かっこいいしみたいな、で話してると面白いの です、ね、なのでいろんな話が、ね、勉強させていただけるの で、うん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 、でやっぱりこう妥協しないですよね、そういう方って、うんうん、もうちゃんとこれって決めたらちゃんとそれをこう突き詰めてやるっていうか、それでなおかつ綺麗だしみたいな、そういう方を見ると、あのあこういう風に私も生きていきたいなって、いいな、こういう年の重ね方って思って思います、ね、うん、そういう方が何人かいるので、うん、なので自分の中であんまりこう年齢を重ねていくことに、あのもっと若い時からあんまり怖さを感じなかったのは、そういうこともあったかもしれないですね、そうですね、私もなんか30半ばを過ぎてから楽しくなりました、あ、年を重ねるって楽しいなって、あと多分自分がやりたいことを自分でも割り切って明確にやるようになれ、慣れたんですよね、それが大きいんだと思います。多分皆さんこうかっこいいなと思う女性は、自分でやりたいことをもう仕事に限らずですけど、趣味でもいいし、はい、それがあのご家族との関係でもいいし、あの子育てでもいいと思うんですよ、何でもいいと思うので、それがちゃんと明確にあると、あ、なんかかっこいいなと思ったり、尊敬したり、いろいろこうあの話してて学ぶことが多いので、なのでそれがやっぱり大事な気がしますね。そうですよね、自分の人生一回しかない人生なんで、本当にそうですよ ね、いつ死ぬか分かんないって思って、そういや本当に、でもそれはずっとありますね、いつ死ぬか分かんないなと思うので、はい、それは常に思ってますね、いつ死んでもいいやと思うので、後悔しないような選択はしてるかなと思います、なかなか選択するまでに時間かかることもありますけど、内容によっては、でもまあその時の自分の決めたことには後悔をしないように、で後悔しないためにトライしたり、あのいろいろやってみて、でダメならダメだし、いいならいいしみたいな感じで決めてますね、なるほど、はい、なるほど。今回私がこうお願いさせていただいた、去年の秋ぐらいにこうメール、はい、突然メールをさせていただいて、はい、それでこうお願いさせていただいたりして、ああいう時ってどういう気持ちになられますか？でも問い合わせが来るのは嬉しいですよ、はい、毎回。本当ですか？なんか、あ、自分のサイト見てくれたんだとか、インスタ見てくださったんだと思って、やっぱ問い合わせいただけるのは本当に毎回すごい嬉しいですね、なので、はい、嬉しかったです。すいません、嬉しいしか言ってないですけど、もうなんか聞きたい聞きたいってすごい思って、まずライターをされてたっていうのも私大きくて、こう、あ、ワークショップだけで、すいません、こう言い方はね、よくないんですけど、これだけで私これでこう生活を成り立たせるってすごいなって思って、でもこの方ってどういう方なんだろうってネットで見てたら、あ、ライターもされてるんだって思ったり、そう、でもライターさんからその水引きにも突然はちょっとつながらなかったりして、でも一番あの普通に OL さんとか会社勤めとかしている方にとっては一番リアリティがある、こう独立への一歩な気がしたんです、ね、やっぱり独立するってなるとフリーで個人事業主なんですね、一応だから毎年この3月終わったばっかりですけど、確定申告の時期はもう全部自分でレシートから何から何からやって、でも直前なんかもバタバタになって提出してっていうのが毎年繰り返されていくわけなので、
でもなんかそういうことも含めて全部自分でやっていくとなると、まあ、何か主軸になる収入源がないと、うん、そうですね、あのやはり独立するのはすごく大変だし、うんうんうん、でその今主軸となっている仕事がずっと永年続くわけではない、うん、ないですね、でボーナスももらえるわけではない、うん、となると、まあ、やはりでもあの何か主軸となるものを持ちつつ、はい、何があってもいいようにいろいろと、うん、っていうことですね、うん、なので私の今肩書きが3つあって、うん、こういう働き方をしてる人がまあ増えてるっていうのはこの前、まあ、あるお知り合いの方からも聞いて、うん、はい、ただなんかその週末好きなことを、まあ、習い事を、うん、の先生としてやっていく人もいたりもするので、はい、まあ、その辺でこうバランス取れてる人もいたりもすると思うんでね、うん、そうですね、うんうん、なのでやはりその講師業だけだとどうしても収入的には難しい部分もあるので、なのでいろいろやっていくうちにどこが伸びるか今後も分からないですけど、うんうん、確かに確かに、うん、でもライターさん今やっぱりライターさんっていろんなジャンルのライターさんがある意味いますよね、はい、うん、うんうん、まあ、本当にこう書く、まあ、ウェブがこれだけ盛んになってきて文字ってすごい力を持つようになってきましたよね、うん、そうですね、うん、だから本当に必要ですよね、うん、ライターさん、ね、うん、文字で伝えていく言葉で伝えていくっていうのはやっぱりなくならないことだと思うので、うん、そうなんです、うん、なのですごい、うん、人しかできないことですよね、うん、それは皆さんね、いろいろ今ブログがあったり、うんうん、あのツイッターがあったりするので、うん、別にプロのライターさんでなくても言葉で伝えていくっていうことができると思うので、そこでどうプロと差がつくのかは、ね、うんね、ありますけれども、うん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 、まあ今ね、名乗ってしまえば皆さんライターですから、そうなんですよ、だって本当に主婦の人とかでもね、うん、ランサーズとかで多分本当に何百円とかでもやってる人は多分いっぱいいると思うんですよね、そうそうそう、うん、単価がね、うん、低いお仕事からそうでないお仕事までいろいろあるので、そこをだんだん続けていくと、うんうんうん、なんかいいお仕事につながっていったり、うんうん、自分で納得できるお仕事ができたり、うんうん、まあ、それがやりたいかやりたくないかっていうのもあるでしょうし、うんうん、名前が出る出ないお仕事もライターとしてはそうですね、ありますし、確かに確かに、うん、そっかそっか、うん、で書きたい内容なのか、うん、それとも本当に仕事として受ける仕事なのかとか、うんうん、自分が企画してこれやりたいんですっていう熱い気持ちで書く仕事なのか、うんうん、あのもっとこう冷静に見ていく仕事なのかっていろいろあると思うので、うん、英子さんのその選択をする基準って何ですか？うん、基本的にはあのよっぽどのことがない限り来た仕事は断らないです。なるほど、うんうんうん、フリーランスなので、うんうんうん、あのスケジュールがどうしても合わないときは、うんうん、ライターの仕事は断ることもありますけれども、うんうんうん、基本的には断らないようにしてますね。なるほど、うん、あとクオリティを保つことを、まあ、うん、常に全てにおいて意識しているっていうことですよね、はい、うん、で何かこう記事を書かせていただく上では、はい、まあ、元々文章を書くのは好きなので、うん、その例えば取材であったら、まあ、あの最近はすごくありがたいことにオリンピックの選手の方と元オリンピックの選手の方にお会いしてあのインタビューさせていただくっていうこともあったりするんですね、はいはい、で、まあ、そういったことからあとはこのマーケティング、ウェブのマーケティングが今どうなってるかっていうのを、うん、まあ、あの取材するようなお仕事もあるので、はい、それが一個一個自分の中にあの役立っていくんですよね、はい、なのであのいろんなライターの依頼のお仕事いろんな内容がありますけれども、うん、全部自分の中ですごく役に立つので、うんうん、受けるようにしてますね。すごい、無駄なことはあんまりないので、うん、はい、よっぽどねなんかえーっていうのは、ね、うんうんうん、あんまりないので、はい、受けてますね、はい、なんかもう英子さんにとっては当たり前だと思うんですね、うん、今の日常が、うんうんうん、でもこう一人でずっとやってこれたのは何、うん、なんか自分をちょっと客観的に見てちょっと褒めてあげ、なんか褒めてあげようっていうか、うん、何が自分の特徴だったなとか、このやってこれたのは何だったのかなって思うと、なんかありますか？なんでしょうね、なんだろう、結構寝ると忘れるタイプっていうかあんまりこうずっと考えないのかな、仕事とか、うん、そうですね、あとはもう、うん、あの締め切りがあるとやっちゃうタイプなので、うんうんうん、やらざるを得ないというか、はいはいはい、うん、あとは何でしょうね、好きな仕事してるからっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、ス
ストレスはないので、うん、人間関係とか、うん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 、会社とかにいるとね、なんか付き合いたくない人と付き合わなきゃいけないとかあると思うんですけど、まあ、ライターじゃない、あのフリーでやってると、はい、まあ、あの続けて付き合ってる方もいらっしゃいますけど、うんうんうん、まあなんか、そうか、うん、そうですね、うん、変な派閥とかもないも、ね、それそうです、そうですね、そう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 、そっかそっか、うん、そうですよね、こう自分の足でちゃんと立ってるからですよね、うん、それはもう自分で決めて、そうですね、うん、誰かに何してるわけじゃなくてね、うん、そか、自分で決めたからっていうのはあるのかもしれないですね、うんうん、それがこう主軸になって、そうです、ね、うん、今の自分があるのかもしれないですね、うんうんうん、へこむこともありますけどね、いっぱい、そうですよね、うん、あります、あります、いっぱい、そりゃそうですよね、人よりいっぱい何倍もありますね、多分フリーでやってる方は皆さんそうだと思います、普通より全然いっぱいありますよね、うん、そういうところが、でもそこで止まれないですからね、うん、とりあえずどんどん進まないと、う、ね、うん、動かないと、そうですね、うんうんうん、だから、うん、結構ね、うん、体調崩しちゃう方もいますけど、でも結局またライターの仕事に戻られる方もすごく多いので、うん、やっぱりやりがいのある仕事なんだと思います、うん、特に取材はライターの仕事の中では一番楽しくて、うん、さっき言ったように、うん、普段会えない方、うん、オリンピックの、ね、選手なんてなかなか会えないじゃないですか、はい、 そうですね、その方に自分が聞きたいこと、そうですよね、こういうこと聞いてみたいと思うだろうな皆さん、うんうん、っていうことを直接会って、うんうん、聞けるので、うんうん、はい、それは本当にこの仕事やっててよかったなと思うことの一つ、そうですね、うん、ですね、インタビューでこう気をつけてることありますか、気をつけてるっていうか、これをなくならず聞こうとか、あ、でもその人の本が出ててれば本を読むとか、あ、うんうん、まあ、その方の背景であったりとかっていうのはもうもちろん普通に調べていきますけど、うんうん、同じ女性であったらなんか なんでその仕事を選んだんだろうとか思いますね、純粋な、 そうですよね、はい、うん、とかですかね、うんうんうん、あとなんか、ね、やっぱりその大変なお仕事されてると、ね、心が折れることもあるだろうけども、うん、その時にこう奮い立たせるのは何ですかって今私が聞かれたりとかそうですよね、うん、それは聞いてみたりとかしますね、うん、はい、うん、聞かれて分かることもありますよね、うん、ありますね、うん、自分だと無意識で、うんうん、なんだろうみたいな、そうですよね、うん、なるほど、じゃあちょっと今年はその水引きのあれを、うん、いろんな活動を一応広げられるっていうことと、そうですね、水引きが今来てるのでお香と、うんうん、そうですね、うん、あと、まあ、今やってる肩書きとして3つ立ててる仕事に関しては、うん、もうそれぞれ大切にやっていこうと思いますけど、まさか水引きがこんなにあれになると思われたりしてましたか？全然ですね、うんうん、もうこうは習ってやりたいと思って決めてたんで、うんうんうん、水引きは本当にあれあれっていう感じ、すごい一番意外なので、うんうん、逆にあそういうこともあるんだなと思って、うん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 、そのままそうですね、うん、流れに身を任せて、そうそう、なんか人が求めるものって自分がこう提案したものと違った方面だったりしますよね、なんか本当に、うんうん、本当にそうですね、あそこかみたいな、一生懸命自分が書いた文章じゃなくて、あこっちかみたいな感じですよね、意外とね力入ってる時強くいかないんで、そう、わかります、そうですよね、そうだからそう自分でこう狙って、うん、あのそのそれが相手 あの反応と合致した時は最高に多分幸せだし、はいはい、気持ちいいことだと分かってくれてるみたいな、うんうんうん、思うんですけど、はい、まあ、そうじゃないことも多々あって、ね、あとはその場の空気を読みながら、はい、その時々に、うん、まあ、同じ水引きの講座やってお香の講座やってってなったとしても、うん、その場に来られてる方 の参加者の方の、うん、なんていうのかな、あの反応、化学反応みたいなもので、はい、あのどういう人が来られてる回なのかっていうのによっても、うんうん、同じ内容やっても全然違う結果になるんですよね、はいはいはい、進め方も、はい、なのでそこはあの空気とかその方々 の、うん、あの反応とか見ながら合わせてやっていかなきゃいけないこともありますし、うんうんうん、お仕事をいただく時もあの流れがあったり、はい、ご縁があったり、うんうん、タイミングもあるので、はい、うん、そこで自分が意図しないことでも、そうですね、うん、動かされていく、うん、なんかこう一歩一歩後ろから背中を押されてるなっていうこともあるので、それはそれで、うんうんうん、受
けていくと、うん、なんか今まで自分が決めてない世界も、そうでしょうね、景色も見えるっていうか、うん、まあ、それもいいねっていう、うん、楽観的な感じでいくといいのかなと思います。そうですね、うん、それが大きいのね、うん、なるほど、うん、だからなかなかそう、あのインスタとかだ、ね、自分のサイトとかだと水引きのやっぱりカラフルな色が目につくので、はい、あの問い合わせがどうしても増えるんですけれども、はい、でお香の場合今作っているのが天然の香料なのでちょっと茶色っぽかったりするんですよ、うん、作った出来上がりのものが、でそうするとやっぱりこう画像であったり文字で伝えるのってすごく変わり難しいので、どうしてもあの水引きが先に行っちゃうんですけど、うん、逆に水引きが行ってくれることで、うんうん、私が両方やってるから、ね、結果的にお香もついていって、で、ね、で結局お香をまた広がってくるみたいな流れもあるので、そう、あのどういう形で自分がもともと希望してたものが、うん、あの広がっていくかっていうのは本当に分からない部分がすごくあると思うんですね、うんうん、なので、うんうん、あんまりこうなんていうのかな、うん、心折れずに、うんうんうん、諦めずに。さっきホテルって言われてて、最初の頃あの香りの、はいはい、あそうなんだ、ホテルってそっか香りの演出してるんだって、うん、なんか改めて今思ったんですけど、星野屋さんとか ああいう日本のああいうとこだったら良さそうですよね、全体じゃなくても、うん、そこのお部屋だけとか ね、 そうですね、したら外国人の方とかもなんか、うん、日本のなんだろうこの香りとか思いますよ ね、うん、ありますね、エントランスとかの、ね、香りで、うん、まあ、最近はお香の場合はあの和食のお店とかだとトイレだけ、うん、あのお香を炊いているお店もあったり、うん、入り口のところだけエントランスだけお香を炊いているお店もあったりしますので、うん、私が前にやってたそのホテルとか商業施設のエントランスの香りの演出みたいに、うん、あのお香を使っているお店も増えてきているので、うん、宿とか、うん、なんかそういう風に和の香りも広がっていくといいかなとは思いますね、うんうん、あともっとお家で和の香りが使われると、もともとお線香とかだと供養とかのイメージが、お寺とかのイメージが強いんですけども、うんまあ、そうじゃないお香もたくさんあるので、うん、そうですよね、それも知れるとね、いいの、知っていただけるといいのかなと思いますけど、うんうん、うん、なるほど、はい、あなんか最後に、はい、なんかこう例えば今何かやりたい、まあ、やりたいものがなきゃいけないわけでもないじゃないですか、うんうん、みんなそれぞれ、はい、毎日、まあ、普通に楽しく生きていければいいと思うんですけど、はい、なんかやりたいな、なんか一歩踏み出したいなとか、うん、もやもやしてる人、はい、もやもやって結構私もたまにもやもやってたまに来るんですけど、はいはい、そういう人に向けてなんかもしメッセージがもやもやしてる人に私はあのやろうと思ったらやるタイプなので、うん、考えはすることもあるんですけど、はい、とりあえずやってみる、うん、でもし合わなかったら合わないでやめたこともたくさんあるの で、うん、でその中で何が残っていくか本当に好きなものって結構限られてくると思うので、うんはい、それを行動です、ね、まず動いてないと、うん、行動量ですね、うん、やりたいんだよねって言ってるだけだね、多いですよね、うん、まず動かないと多分人に伝わらないので、そうですね、うん、あそうだ、あと一個すいません、はい、そうワークショップとかを最初そのきっかけでされたのが、はい、あれどんどんこう進められたと思うんですけど、うん、こう人にそういうの伝、あそっか、こう人前でちょっと教えるみたいなそういうのっていうのは英子さんの中で別に違和感がなかったことですか？はい、もう教えるなんてもう全然考えてなかったんですけど、うん、多分伝えるのが好きなんですね、うん、教える、それが多分つながってくるんですけど、ライターの仕事も結局文章で伝えますよね、うんうん、あなるほどなるほど、多分それ伝えていくことが好きなんだろうなっていうのを後々感じましたけど、それが教えることにつながるとは思ってなくて、うんうんうん、まあそれも伝えるですもんね、ある意味教えるって言い方はあれとして、そうですね、多分自分の家族の環境もあるのかなと思います、あの母親は職人家系なんですね、うん、料理人とかの家系なんですよ。で父親方が教師がいたりするので、うん、そのなんか掛け合わせみたいな、確かに確かに、部分は後々自分で思いましたけど、結構でも教えるのは結構難しいですね、未だに、うん、へこむこともありますし、次につなげなきゃいけないこともあって日々勉強改善ですね。でも一番主軸にしてるのは、あの自分が上手に伝えることはもちろんですけれども、うん、分かりやすく結果的に最後皆さんが楽しんでいただけて、うん、楽しかったって言ってもらえることが一番なので、うんうん、そこだけ、そこをあの最終目標に全て考えてます、うんうん、なるほど、はい、分かりました。
ました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。岡本英子さんの3話目をお聞きくださりありがとうございました。次回は新しい方のインタビューをご紹介します。岡本さんは表参道や代々木上原でワークショップを定期的に開催されていますので、興味のある方はぜひインスタグラムやホームページなどをご覧になってみてください。